私が、所属している消防署では、現在県人隊ということで、日によって救急隊、救助隊、消防隊、それぞれの車両に担当が、割り振られます。なので、救急車に乗ることもあれば、日によっては消防車や、救助工作車に乗車することもあります。三田校の2年間というのが、人生で一番勉強した期間かなと思っています。2年間、きつい思いをしたからこそ、今こうやって社会に出て、実際に現場に出て、きついことがあっても耐えられているのかなとは思います。卒業生が担当する実習ということで、交通外傷の実技指導を4年か5年ぐらい連続でお邪魔させていただいています。現場に出たことのない学生なので、実際どういうものなのかっていうのがやっぱりピンときていないんですね。そういう学生さんたちに対して、想像してもらうかっていうところはものすごく難しいですし、そこをしないとこちらの言葉も伝わらないと思っています。あとは、2年生の、集大成としてスチューデントラリーというのがあるんですけれども、こちらの方にも毎年参加させていただいています。学生最後の実習ですので、実際に先に現場に出ている先輩として、何か残せればなという思いもありますし、私自身も学生からいろんなパワーをもらったりとか、または、学生からいろんなことを学びたいっていうのもあって参加しています。